僕は松本人志をぶったたきに行きますっていうか、これ松本人志をぶったたくっていうのは悪いのは吉本興業なんで、そこを皆さんが分かるかどうか。悪いのは完全にテレビ局と吉本興業なんですよ。もう一回理由言いますよ。 100% なのはこんなの。吉本興業は文春の記事がこれは事実無根だと発表してるんですよ。もうその時点で嘘なんですよね。橋下徹さんっていう人がね、大阪府知事選挙に出るときに、出る前までは私は 2万%立候補しませんって平気で嘘ついたでしょ。あれと一緒です。選挙に出るとなった途端に、あの収録済みの番組が、録画でやってる番組がオンエアできなくなるから、それが放送されるまでは、立候補しませんと嘘をつかざるを得なかったって橋下徹さん言ってるんです。同じことですこれ。でもこの後バレていきますから、吉本興業も多分今年中に潰れるんじゃないかなと思う、こんなことしてたら。で、僕は本当に吉本興業自体が壊滅的なダメージを受ける年だと思いますよ。僕は松本人志をぶったたきに行きますっていうか、これ松本人志をぶったたくっていうのも、悪いのは吉本興業なんで、そこを皆さんが分かるかどうか。悪いのは完全にテレビ局と吉本興業なんですよ。俺ね、テレビ局に出ている、まあ僕前回まあ指摘したワイドナショーの特番で、残念ながらね、扱いましたけども、扱いが少ない。もっと30分ぐらい議論しろよ。で、真実かどうかわからないから議論できないって。お前ら日頃から真実かどうかわからないネタで議論してるでしょって。ね。そんなの、しかもこれ真実に決まってるじゃん。僕が YouTube で説明してるんで、だって真実に決まってる。これ文春の記事がもう真実だって、ね、100% なんですよ。これもう 100%。 もう一回理由言いますよ。 100% なのはこんなの。吉本興業は文春の記事がこれは事実無根だと発表してるんですよ。もうその時点で嘘なんですよね。ありえないんですよ、もうちょっと言うと。というのは、吉本興業と松本人志は、これ所属しているタレントになりますが、松本人志が嘘を言ってる可能性が十分あるわけですね。でも相手は週刊文春で、これまで何十年という歴史の中でですね、この手の記事についてはほぼほぼ 100% 内容が正しいかどうかは別にして、あのジャニーズ北川ですらね、最高裁で勝ってるような週刊文春が嘘書くわけがないから、調べますって言わなきゃいけないんですよ。吉本興業は自分の会社の所属タレントが週刊文春に、ね、ほぼほぼ犯罪になるような、ね、もう明らかな違法行為を書かれたわけですよ。そうすると週刊文春の、あ、ごめんなさい、吉本興業の発表はあの週刊文春が書いてることなので、これから慎重に調べます。第三者委員会を立ち上げるのに松本人志はやっていないと言っていますが、しかしながら松本人志がやってないと言っても、週刊文春がそこまで言うんだから、それなりの証拠はあるんだと思いますので、吉本興業としては週刊文春と連携を取りながら松本人志に、非があるかどうかを徹底調査しますと。もちろん松本人志側に落ち度がないというようなことがあれば文春を訴えますというような発表をするのが、吉本興業の会社としての当たり前の発表ですよ。これ例えば週刊文春が警察官をやったとしますよね。警察官が全く知りませんかって警察発表しないです。文春が例えば自民党の国会議員をのスキャンダルを言いますよね。これまでもやってきましたよね。そうするとじゃあ自民党のトップである岸田総理が出てきてね、岸田総裁が出てきて、いやー例えばその彼なんだったかな、山田太郎さんね、例えば具体俗人名で言うと山田太郎議員が、あ、女の子を回収してましたっていうのは去年3回目まで書いたんですよね。それに対して自民党が代表者として例えば幹事長が出てきてコメントなんかしないじゃないですか。仮にするにしても、いやそれはもう各議員の判断でやってるので各議員に聞いてくださいとなるわけですよね。でも吉本は所属してる松本の言い分を勝手に信じてですね、松本はやってません、事実無根ですって発表したんですね。もうこの時点で嘘ついてるんですよ。じゃあなぜ嘘ついてるかって言ったら、めちゃくちゃ簡単で、嘘つかないとスポンサーとの契約がぐちゃぐちゃになるんです。橋下徹さんっていう人がね、大阪府知事選挙に出る前までは
私は2万%立候補しませんって平気で嘘ついたでしょ。あれと一緒です。別に橋本徹さん責めてるんじゃないですよ。でもこういう人たちは平気で嘘をつくんですよ。だって2万%立候補しないって言わない限り橋本徹さんが収録している番組が飛んでしまう。選挙に出るとなった途端に収録済みの番組が、録画でやってる番組がオンエアできなくなるから、それが放送されるまでは、立候補しませんと嘘をつかざるを得なかったって橋本徹さん言ってるんですよ。同じことです。これもう松本人志が年末年始にいろんな番組や CM に出ていてですね、これもうとりあえずやってないと言うしかないだけのことなんです。でそれを言っただけだと、後々これ必ず謝ります。これはもう1月4日ですから、週刊誌の記事が出てもう1週間、ちょうど1週間、丸1週間経つわけですよね。もう今日で4日目になるのかな。嘘じゃない、このコーナーも事実に決まってるじゃん。対応どうやっていくのかとか、そのテレビ局がとりあえず文春は嘘だと言っておけばね、ワイドナショーでもああやって松本さんがやったかどうか分かりませんねってしらじらしいコメントで枠も短くするんですよ。でも松本やった可能性が高いですなんか言ったら、うわーって他のテレビ局もやるから、平気で嘘つくのが吉本興業なんですね。でそれをし、テレビ局も自分たち吉本興業って一蓮托生だから、吉本興業の株テレビ局結構持ってるらしいんですよ。っていうことは吉本興業は日本のこの民放テレビ局の一蓮托生というか、もう一心同体なんですよ。だって会社って誰のものですかって株主のもんだから、吉本興業の株を持ってるのが民放テレビであれば、もう民放テレビ自身が実は松本がやってないと言わざるを得ないという状況になってるわけですね。でこれなぜこんなことになってるかっていうと、まさに電通 VS Google なんです。今の時代は、これまでは吉本興業が平気で嘘をついてそれを電通がかばうっていう、こういうことでやってきたわけですね。ジャニーズ北川もそうです。これ電通っていうのは簡単に言えばテレビの親玉なんですよ。テレビを作ったのは電通なんですね。テレビ局にそのスポンサーね、大企業をまあ当てがうコーディネートして CM をつけて番組を作らせているのが電通で、この電通というのが力がどん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 低下しています。ね、安倍晋三さんがお亡くなりになって、ちなみに安倍昭恵さんは元電通の社員です。まあ、それがどう関係するのかっていうのは皆さんの判断にお任せしますが、この電通というのはどん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 力を落としてきています。でそれに対抗してくるのが Google 社です。アメリカの Google 社です。この皆さんご覧いただいているこの YouTube を買い取った Google 社です。 YouTube イコール Google なんですよ。でこの電通 VS Google の状態がずっと続いていて、どん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 こっち側が下がっていって、こっちが上がっていってるんですね。だからいくらテレビが報道しなくても、我々 YouTuber というか Google 社について YouTube をやってる人たちはいつまでもこれ言い続けるわけで、消えないんですよ。この沈下しないです。嘘だと、あの記事は事実無根だと発表しても、それは電通の配下にあるテレビ局は報道しないけども、 Google 社がどん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 やっていくんです。もちろんX 社もそうですよ。 Twitter、 元 Twitter の X なんかもそうですけど、こうどん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 広がっていくんですよ。でもうこの人たちはこれです、昔の人たちなので刀で戦してる。刀を使って馬、お馬さんに乗って刀とか弓を使って戦をするもの、バーサス鉄砲や大砲を使うバーサスなんです。これ電通というのはもう古すぎてですね、日本国内では勢力が力があるんですが、 Google のようなこう世界的なものについてはもう勝てないんですね。まさにテレビバーサスネットの時代で、古いバーサス新しい。松本人志を守ってきたのは古い文化なんです。それは松本人志がいる吉本興業の芸人たちとか、ジャニー北川もそうでした、ジャニーズ事務所もそうでしたが、これまではこのテレビという古い文化で守られてきたんです。ところがネットによって新しいものが生まれてきてですね、刀対鉄砲のような構図になってるんですね。でテレビというのは嘘は言いません。偏った事実を出すのがテレビ。でインターネットというのは僕が発信しているように真実が出るのと一方で、ちょっと問題なのはこのデマが出てくるんですね。これね、ここがちょっと大きな問題ではあるんですが、例えば能登沖の地震に関して、もうバカな奴らは人工地震だっていうわけですよね。
あれはなんか何者かによって行われた人工地震だってデマ流すんですよ。まあデマといえばね、僕去年、暴力団から7000万円借りたとかっていうデマ流されてます。今裁判してますが、インターネットの方は実は真実を言う人とデマを流すやつらがいるんですね。これがちょっと今、テレビの方は嘘は基本的には出しません。偏った事実を出します。知られたくない事実は報道しないんですね。例えば NHK の受信料の不払い方法とかね、NHK が年間訴えてる件数とか、そういったことは隠さない、報道せずに偏った事実だけを報道するんです。で、インターネットは真実を言ってる人が、まあ、多いんですが、一方でデマを流せばお金がもらえるということで、こいつがちょっとね、まあ、玉石混交と言われるんですが、インターネットのちょっと悪いところであります。ただこのデマを出し続ける人もこのインターネット上の真実からどんどん叩かれていって淘汰されると思いますので、今ちょっと過渡期だとは思ってます。で、こっち側はまあ嘘とかはあんまり少ないんですが、特に隠すんですね、テレビっていうのは。で、インターネットというのは基本的に本当のものが出てきます。もちろんだからインターネットにもデマがあるので、ものすごい振り幅が半端ないんですよ。めちゃくちゃ絶対テレビが言うのが真実を言う人もいれば、もうっていうようなね、嘘をついてビューを稼いで、いわゆる再生数を稼いでやるとんでもないやつらも出てくるんですね。で、僕は当然本当のことを言って正しい解決方法を出したから、このように今からね、5年前に参議院議員になったんですね。もう今は辞めましたけどもね。でもこれからもこの国の政治の問題について、政治家としてね、動いていきますけども、要は何が言いたいかというと、このね、今回の松本人志のこの事件っていうのは、今年また大きく、そのこれを吉本興業は多分裁判なんかしないでしょう。負けるの分かってるから、もうむしろ傷口が広がるから、でもう黙るしかないんですよ。ここはね、嘘です、彼は嘘ですって言うしかないです。裁判自分の方から仕掛けたでしょ、本当のことが分かっちゃうから。で、さあ文春だとどれぐらい、あとは文春法をあと打ってくるかなんですが、文春法は今までは出すだけで、文春の力だけでは世の中変えるほどの力がなかったんですよね。ところがこのように YouTube や Twitter などで拡散、文春法が拡散されてるから、これ黙ったとしても無理なんです。ジャニー喜多川の問題があえてね、もうジャニーズ事務所が去年の中で潰れたでしょ。あれ本当に3月に、僕がカウアン岡本君と会って、初めて会って4月に、NHK の政見放送でね、ジャニー喜多川がめちゃくちゃなことしとると、ジャニー喜多川に被害に遭ったカウアン岡本君ですって NHK の政見放送に出てもらったから、ああやって分子、ジャニーズ潰れたわけですね。で、吉本興業もそうですよ。これ多分今年中に潰れると思います。こんな平気で嘘ついてたら、もうだって仕方ないんですよ。もう CM とかもやってるし、オリンピックのなんかアンバサダーなんかもやってるらしいんですよね。だからこのまま嘘を突き通すしかないんですよ。でもこう松本自体が実質上吉本の社長みたいなことをやってるらしいんです。もう経営陣に完全に入り込んでるようなんですよ。だからもうとにかく、やってない、警察に言われたら俺は悪いことしてないって言ってるような状態と一緒ですよ。これもやってないっていう以外ないんですよ。でもこの後バレていきますから、吉本興業も多分今年中に潰れるんじゃないかなと思うんですね、こんなことしてたら。で、僕は本当に吉本興業自体が壊滅的なダメージを受ける年だと思いますよ。これ松本が悪いんじゃなくて吉本興業が悪いんですから。で、吉本興業って何ですかと、テレビ局が出資してる民放テレビなんですよ。ジャニーズ問題をずっと何十年も黙り続けたテレビが、今年はね、ジャニーズ事務所は潰れましたよ。でも今年はテレビが潰れる年じゃないかと思ってます。で、まあ今自民党と検察、最後にこれ言っときますが、まあ戦争してますよね。で、もうね、自民党も古いんですよ、結局。この程度のことで東京地検が動くのかって言ってますけど、それはもう古いんです。結局、自民党もテレビ局やタレント事務所ですよね。その事務所、自民党とジャニーズだって繋がってましたよね。一部の自民党の政治家繋がってたんですよね。芸能事務所とも繋がっている。で、これまでの古いところから地検っていうのはそういう意味では、ちゃんと動いてくれてますね。東京地検特捜部はやっぱちゃんと僕、動いてると僕は思いますよ。だからもう、ここどんどん行きましたね。だから僕は新しい、この
古い政治のやり方じゃなくて新しい政治ですね。選挙と政治を分離するということをやっていく1年にしていきたい。これまでとは違うですね、選挙の選択肢をですね国民の皆さんに提供していくのが私の今年の目標というか課題になります。ということでね、この松本人志のこの事件というのは、これは単なる芸能のスキャンダルではなく、吉本興業というですねテレビ局とズブズブの関係の事務所の古い体質のものが新しいものに変わっていくっていうことの、まあ、前兆の一つに過ぎないということであるということをご理解いただいて、この辺のね地震とかこの辺の事故とはもう全く違うレベルのもんだという扱いで、皆さんもこの後事件を追い続けていただきたいと思います。以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。ないのないの受け継ぎさ、多分ないんだ受け継ぎの方もっと一発受信よ、見たくないよ、もう来るぼいよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックアップ。